こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。官民挙げて盛大に失敗した下町ボブスレー。興味があるものを扱わないと良いう仕事はできないというね、良、えー、い、良いというかね、残念なというか事例だと思います。どのような競技なのか、正確には知らないボブスレーのさらに見たこともない競技用ソリの制作を なりゆきと勢いで引き受けてしまった七町下町の小さな町工場の2代目と好奇心程度の軽い気持ちでそれに参加した職人たちというのがね、えー、下町ボブスレーという、えー、ドラマの、まあ、概要なんですけど、まあ、実際のこの下町ボブスレー、まあ、こういう経緯で始まってますで、まあ、結果としてはね、まあ、最高の技術を持っているのに 情熱だけで作ってるラトビア製のソリに乾杯したと、ねえー。試験を落ちたとかね、えー、あるいはタイムがね、えー、日本製だと出ないと、下町ボブス出ないということでね、ラトビア製の300万の、えー、ソリに負けちゃったと。ね、勝ちたいからラトビア製使いたい。まあ当たり前ですよね。オリンピックなんです。えー、競技なんですからね。ましてやね、ボーブスレなんでかなり危険な、えー、スポーツですから。 まあ、それをね、えー、よく知らなくて、まあ、軽い気持ちでね、えー、試験に落ちるようなボブスレーを仕上げてくる、えーあい、ね、試験に落ちるような仕上げのボブスレーを採用できるわけがないと。ね。まあ、その辺のね、えー、損害賠償を請求数だの、えー、人の行為をとかいうのはね、まあ、置いといて、まあ、何よりも、興味があるものを扱わないと、良い仕事はできないと。 えー、中にはね、日本の技術力が落ちたとかいう論調もありますけど、技術力が落ちたいないですね、えー。興味がない、そのあの、よく知らない、見たこともない競技用のストーリーをね、えー、その技術力すごいから作れると思うのがね、えー、まあ、ボブスレーなめんなよって感じなんでしょうけど、まあ、ボブスレーを、えー、好きで、ボブスレーが好きで作っているこのラトビア製のストーリーに乾杯したと。まあ、これね、転売でも一緒です。 本当にね、何度も言ってるのが、興味が持てる商品を扱いましょうと。ここね、軽く考えてる人がいるんですけど、実際問題、興味がない商品でね、なんとか初めは利益で出せてても、そこから深掘りができないとかね、奥行きがないとか工夫ができないんで、あっという間にね、ライバルが多くて全然儲かりませんという状態になります。だからね、なんとかね、 え、興味を持てる商品を見つけるっていうのを、まあ、優先して商品探しをサポートしてます。でもう一個ね、このね、えー、惨敗、えー、無様な惨敗をしたボブスレー、下町ボブスレーの、えー、ことでね、えー、見てて思うのは、船頭を多くして船山に登ると、ね。これ下町ボブスレーは政府も一体となってのプロジェクトだったと。ねえー、よくある冠プロジェクトっていうのはね、えー、立派な大企業あるいは政府が前面に出て、 えー、それを支える中小企業とかね、えー、あるいは下請け、孫請けがやるわけなんですけど、これはね、下町ボブスレーってことでね、日本はすごいんだと。下町の技術だけでも、えー、こんなすごいものができるんだということでね、逆に、えー、大田区の30社を超える町工場が冠になっていると。で、実際問題ボディ作ってるのはね、えー、旧ドームカーボンマジック、まあ、えー、レーシングカー作ってるんでね、えー、これはもう申し分ない。えー ボディでできてるはずですで空力計算もね、大企業の株式会社ソフトウェアクレードル、ね空力、えー、解析もまあえー、問題ないと、世界最高水準であることは間違いない。ボブスレーの刃の部分の設計に関しては、東京大学大学院工学系研究科の加藤隆久教授と、ね、えー、まあ、東大、東京大学大学院の工学科研究科ですから、 ま世界最高水準っていうか、ボブスレーの歯でね、そこまで豪華な人揃えるかってぐらいの会社と人員を投入していると。ところが、ね、誰もボブスレーに、えー、情熱を持ってないし、ねえー、まあ、軽く考えてますよね。ボブスレーなんてマイナーなスポーツ。自分たちはレースをやってるんだとかね、ロケットの部品作ってるんだということで、えー、特にね、えー、政府が入って、 で30歳を超える町工場が入って、大企業が入って、ねえー、指揮者がいない、ねえー。みんな好き勝手なことを言って、うちの技術は世界最高だというのでね、ちぐはぐなものを作ったんでしょうね、えー。で、6人テストもしないと。だから試験落ちるんでしょうけど、まあ、そんなもんがね、オリンピックで使い物になるわけがないというね。まあ、これ、いいものを持ってても、ね。 え、あれこれ意見が出ちゃって、え、先導が多くなっちゃうとね、もう、もうどこに行っちゃうんだかわかんないとね、えー、海の港を目指したはずが気づいたら山登ってたということになります。まあ、これもまたね、転売で言うと、もう役に立たないネットの情報にね、振り回されちゃって、こういう心配はないんでしょうかと、まあ、ね、ああいうのがいいって見たんですけどみたいなのに、時間を捉えちゃうと、なかなか結果が出にくいです。 まあ、せっかくサポートを受けていただいてるんでね、えー、雑音はシャットダウンして、まあ、これやりましょうというのをね、えー、素直にやっていただいた方が早く結果が出るということがあります。まあ、そんなわけでね、えー、この、まあ、残念な、ね、下町ボブスレって何なんだろうなと思ってね、えー、見てみたら、まあ、あまりにも無様な、ねえー、結果になってるプロジェクトで、まあ、なぜ無様な結果になったか、ね、えー まあ、ボブスレーを舐めてたってことと、えー、興味がないものをね、技術力に起こって、まあ、しかもね、えー、ボブスレー、ね、えー、詳しく指揮する人がいないんで、指揮者がいないと。ね、まあ、考えられる限り、ねえー、まだで教科書に載るような失敗例だなというふうに思いました。まあ、これをね、えー、反面教師に、商品探しは、ね、興味があるものは扱うと。 雑音は入れないというのをね、えー、基,本基本というか、えー、大原則としてやっていただければ、文化で商品を見つけて、えー、稼げるということになるんでね、えーまあ、今日は下町ボブスで、ね、いやいや、なんて残念な、えー、プロジェクトだったんだろうというのをね見ながら、やっぱり興味のあるものは使わないといけないと。船、え、頭、ー、がちゃんといないと、えー、どこ行くかわからないと。 いうのをね、通感したんで、シェアさせていただきました。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。